1ビット CPU 組み立てキットを購入しました。世界トップクラスの低性能コンピュータの売り文句が最高だったのでつい買ってしまいました。世界初のマイクロプロセッサといわれるインテル4004と比較してみてもわかる驚きのスペックです。4ビット CPU の自作は割とよく見かけますが、1ビットというのは初めて見た気がします。まずは組み立て。部品点数はそう多くはありません。ハンダ付けが難しそうな部品も特にないので初心者にも安心です。サクサクとハンダ付けしてしまいます。30分くらいでできました。基板を見ていきましょう。電源は USB Type-C です。 USB PD は未対応なので要注意です。 74HC シリーズのロジック IC が4個、電源 LED、 その他に LED が3個あります。それぞれ A レジスタ、プログラムカウンタ、クロックを表示します。 ROM は4ビット、ディップスイッチで切り替えます。そしてリセットボタン。早速プログラムを書き込んでみましょう。といっても命令セットはアットとジャンプの2種類しかありません。鬼のようにシンプルですね。まずは L 値化をしてみます。ディップスイッチをこのようにするとニモニックだとこうなります。プログラムを解説すると A レジスタに1を加算します。0番地へジャンプします。また A レジスタに1を加算します。2進数なので 1+1 は10ですが、1ビットしか扱えないのでオーバーフローして0となります。これを繰り返すと結果として A レジスタの LED が点滅するという挙動です。クロック周波数はおよそ 1Hz、 シュミットトリガーインバータを使ったよくある発信回路ですね。コンデンサを交換すればクロックアップもできると思います。せっかくなのでロジック部分の動きが分かりやすいようにシミュレーションを作成してみました。ブラウザから実行できるようにしたので、興味のある人は概要欄のリンクから遊んでみてください。さっきのプログラムを再現してみます。プログラムカウンタも1ビットなので、 ROM の4ビットを2ビットずつ分けています。それぞれ0番地、1番地に相当します。2ビットの中で命令とイミディエートデータを表現しています。反転してるのでちょっと分かりにくいですが、プログラムカウンタが0の時はこちらの回路、プログラムカウンタが1の時はこちらの回路を読み込んでいます。これってチューリング完全なんでしょうか？有識者はコメントで教えてください。他にも A レジスタに1を加算するだけのプログラム、何もしないプログラムなどが実行できます。というわけで今日は1ビット CPU 組み立てキットで遊んでみました。キットはスイッチサイエンスさんで委託販売中です。回路図データも公開されているので、原価で欲しい人は自分で作ってみると良いでしょう。概要欄にリンクがあります。CPU 入門にとても良いキットだと思うので、皆さんも遊んでみてくださいね。